こんにちは。最近だいぶ涼しくなりましたということで、秋服購入したのでご紹介したいと思います。7点 13,793 円購入しています。実はグレービーだけじゃなくて、JU でも3着秋服で使えそうなものを購入したので、一緒に紹介しちゃいたいと思います。ちなみに私の前情報なんですけど、身長は167センチあります。体重は50キロ台の後半をちょっとうろうろしてる感じです。骨格はちょっと自分じゃわからないんですけど、結構骨はしっかりあったりするので、ナチュラルかなと思う時もあれば、この辺が張ってるので、ウェーブかなと思う時もあるし、っていう感じで、いまいち自分じゃわかってないです。なので、骨格なんとかさん向けのレビューっていうよりは、高身長な方、165センチ以上とかの方の袖感とか丈感とかの感想が参考になればいいなと思いますので、見ていってください。それでは、行きましょう。1着目がですね、実はリピ買い商品で、2年前の夏にも同じスカート購入してます。結構毛玉ができちゃったので、捨てて今回また同じものを再購入ということにしました。マーメイドフレアスカートで、品番は GC の60番です。サイズが SML の3サイズあります。私は L サイズを購入していて、丈が93センチ、ウエスト68センチ、ヒップ97センチが L サイズの規定サイズです。で、このスカートをなんでリピート買いしたかって言いますと、とにかく、合わせやすかったです。特にこう、いろいろ装飾がついてるわけじゃないので、どんな服とも合うっていうところと、あとカジュアルでも綺麗めでもいけるような形かなと思ったので、サンダルとかヒール合わせることもあれば、スニーカーと合わせることもあって、かなり重宝してました。で、ちょっとだけ難点があるとすれば、少しお腹がきついことだったんですけど、まあ、これは逆にこのスカートを買うことによって自分を律していこうという気持ちもありますので、今回再度購入をしました。で、この後ろのですね、チャック開けるところなんですけど、結構ガバッと開いて履いて閉めるんですけど、上にこの、ここフックがあるわけじゃないので、ここを自分の手で押さえて閉めないといけないんですよね。それもちょっとだけ着にくいポイントでした。ただこのデメリットを押してまで、2枚目欲しいなと思ったので、これはもう買うべきだろうと思って購入してます。私が買った時の値段が、1799円税込みです。履いてきました。こんな感じです。ここら辺からウエストが、始まってます。で、丈は私167センチでこれぐらい。で、私すごくこれのシルエットが好きで、ちょっとこう、まあ、マーメイドフレア、まさに商品名の通りって感じなんですけど、こうやって動くとひらひら入れるのが可愛いなと思って、かなり気に入っております。当たり前なんですけど、捨てる前ここ毛玉がすっごくて、旅行に行く時に履いてって向こうで捨ててきたんですよ。6月に捨てたので、7、8、9月ってこれは履けなかったんですけど、その時も、あのスカートがあればなっていう日が結構何回かあったので、本当に帰ってきてくれて嬉しいっていう感じです。で、グレールって意外と同じものちゃん、結構、毎年毎年売ってくれてますけど、私グレールで一個好きだったリバーロングコートっていうコートがあって、動画にも出したことがあるんですけど、あれはもう売ってないので、悲しいです。これがもし売らなくなる時は、ちょっと事前に告知してほしいぐらい。2年に1回買ったってことは、向こう20年ぐらい、履くとして、10着ぐらい買っとかんといかんかもしれん。って思うぐらい、気に入ってます。イェーイ。そして、スカート2着目はですね、なんと全然面白みもない、これの色違いを購入しました。スカート2着買いましたとか言って、同じもんなのかってちょっと思うんですけど、それだけこれが気に入ってるということで、ご了承ください。で、購入した色はグレーズで、サイズは同じ L サイズです。このマーメイドフレアスカートって今のところ8色ですね、カラー展開があるんですけど、このブラックと、あと、濃いブラウン、それからアイボリー、ベージュ、チャコール、モカ、グレージュ、ダークピンクって言って、ベーシックカラーが揃ってる感じです。こんな感じで上フックないので、こうやって自分で押さえて、締めないといけないんです。下着が透けるような感じは、なさそうですね。裏地が結構ちゃんとついてるので、これ。黒の方にも同じ黒の裏地がついてるんですけど、まあ色はちょっと確かに薄い分、なんか肉拾ってる可能性はありますけど、いや、でもそんな気にならないかな。太ももの肉を落とした方がいい。この上に今着てるのが GU で買った服なんですけど、首元がこんな感じで少しだけ空いてるクルネックっていうんですかね。で、長袖です。結構長めで、ここにスリットが入ってるところが可愛いなと思って購入しました。で、クロップ丈なんですよ。ちょっと短くて、多分普通の子供だったら私この辺から履くので、少しここが出るんですけど、こういうちょっとハイウエストで履くような
下と合わせたいなと思って購入しました。あと最初に着てたようなキャミワンピースとかっていうのも合わせれるかなと思ってクロップド丈の長袖購入してます。あとここでもう一個 GU の購入品も紹介しちゃうんですけど、パフィータッチチェッククルーネックショートカーデガンっていうやつで、サイズは L サイズ購入しました。なんかパフィータッチってここがちょっとなんか柔らかいことだと思うんですけど、あのチェック柄、黒っぽいチェック柄と白っぽいチェック柄と、あと無地が何色か売ってました。で、実はこれも L サイズと XL サイズですごい迷ったんですよ。 L サイズでも袖が全然足りるなって思ったのと、 XL だとここがもう少し大きく見えそうだったので L サイズにしました。で、ここ前締めでトップスみたいに着ても可愛いなと思うんですけど、まあ私あんまり華奢じゃないので、おそらく前開けてきた方がスッキリ見えるかなと思ってます。こうやってニットみたいに着てきてもすごい可愛いなと自分で思ってます。いかがでしょうか。すごい気に入ってます。秋冬いっぱい着そうな気がします。こう着替えたりする動画ってすっごい暑いって私は思ってるんですけど、結構皆さんキンキンにしてるのかな。次ニットなんですけど、絶対暑いから先にトレンチコートをご紹介します。あの本音を言うと、さっきお話ししたリバーロングコートが欲しかったんですよ。で、あのリバーロングコート何が好きだったかって、あんまり暖かくないんですよ。で、コートにとってそれはどうなんだって思われるかもしれないんですけど、私結構冬そんなに厚着しないというか、モコモコになるぐらい分厚いのを着るんだったらヒートテック着たりして、なるべくこう着膨れしたくないっていう思いがあったりするので、あの薄いコートちょうどよかったんですよね。もちろん真冬は無理でしたけど、残念です。あ、ということで、ちょっと薄手のコートが欲しいなということでトレンチコートを今回購入しました。よかった、思ったよりペラペラじゃなくて、ちゃんとあの上着、薄手の上着として活躍してくれそうです。で、本当は多分春とかに着るのが一番いいのかもしれないんですけど、秋の間にできるだけ着たいなと思ってます。で、購入したのがマルチウェイトレンチコートって言って、品番が K-8955A。で、サイズがですね、これも3個展開が SML とあって、ジレのサイズが着丈118センチ、身幅53センチ、肩幅41センチ。で、ケープのサイズが着丈41センチ、身幅70センチ、雪丈が84センチってことで、この首の後ろから袖先までが84センチだそうです。で、ちょっと着方が私もよく、まだ分かってないんですけど、一旦ジレを羽織ります。これでも一つ、私の疑問があって、ジレだけで、私着るかな？なんかこういう袖が外れますよとか、フードが外れますみたいな服って多いじゃないですか。でも一回外すとマジで着けないんですよ。多分めんどくさがりなので、ジレだけで羽織るとこんな感じでした。下黒のスカートの方がなんか分かりやすそうですよ。こんな感じです。ジレだけ着るとこんな感じ。結構やっぱ丈は長いと思います。コートのサイズというか、コートの丈はですね、120センチ私の中で欲しい基準にしてて、これが118センチだったので、全然2センチぐらいならいいかなと思ってこれにしました。で、このケープを上から着るっていう話だと思うんですけど、そうですね、ケープを上からかけて、長袖のコートに見えてますよっていう感じ。ここになんかちっちゃいボタンがついてて、これがついてるので、ここを留めちゃえば、ちゃんと一枚の服として認識されますね。この長袖バージョンの形自体は私めちゃめちゃ好きです。それもちょうどいいぐらいだと思います。長すぎず、かといって短すぎずですね。なんかちょっとこの、ケープが棒バトンみたいな感じ。棒バトンって、ご存知ですか？あの三大魔法魔術学校対抗試合の時に、ホグワーツと、あの、ボーバトンと、もう一個何だったかな？クラムがいるところ、どこでしたっけ？あ、ど忘れしちゃった。そこのあの、もう一個の水色の制服が結構ケープがつけてなんか、ふーんっていうやつ、可愛かったんですけど、誰か伝わるといいな。うん、これはとっても気に入りました。で、マルチェリーっていうぐらいなので、このケープだけでも使えるって話らしいんですけど、変ではないのかもしれないけど、ちょっとこう重心上げすぎて少し自分的にはアンバランスな気がするので、ケープはもうこのコートにくっつけておこうかなと思います。でもすごいこれめっちゃ気に入りました。このコートで金額が2799円です。これもすごいお買い得だと思いました。こう軽くてこうゆるっとしてて、丈が長いコートとかお探しの方にはすごいいいんじゃないかなと思います。主役になるようなアイテムっていうよりはベーシックアイテムをグレールで買うのすごい好きなんです。次はですね、ニット3連チャン行きたいと思います。
ニット1枚目はオーバーサイズニットトップス、品番が RUT387 で、大きめサイズで、サイズフリーサイズで1個の展開なんですけど、着丈が70センチ、身幅69センチ、肩幅72センチの袖丈が51センチっていう感じです。アクリル 75%、ナイロン 22%、ポリウレタン 3%。カラー展開6色あるんですけど、私はオフページ今回購入しました。あれ、普通にこうやって着た場合、私167センチの私でこんな感じです。多分ちょっとこうやって前だけ少しインしてきたりとか、になるんじゃないかなと思います。で、袖の感じは、こうですね。指先は出ます。で、首周りは普通の同じ素材のちょっとリブっていう感じです。袖周りは少し太めのリブになってます。で、手触り全然チクチクしない、柔らかいです。で、すっごい暖かいです。今すごい暑いです。これ結構、中に着込んでもいいですし、真冬まで全然重宝しそう。やっぱ今秋だとまだすごい暑いですけど、これかなりヘビロテすると思います。1枚でもいいし、コートの中に着ても、大きいコートならゴワつきも気にならないですし。これは2499円ですね。他のニットよりは少し高いです。500円とか600円とか高いイメージですけど、これもすごい使えそうで買ってよかったと思います。で、次のニットが、ショート丈ニットトップス、品番が K9290D。サイズこちらもフリーサイズです。お値段1499円。で、着丈が44センチ、身幅61センチ、肩幅53センチの袖丈51センチです。で、カラー展開2、4、6、8、10色もありますね。ブラック、レッドとか、あとオレンジとかミントグリーンみたいに少し印象的な色も入ってるようなカラー展開です。私はグレー購入してます。これいいですね。めっちゃシンプルで。バリバリ使えそうな感じがします。こんな感じです。丈はですね、このマーメイドフレアスカートのお腹の部分がここから始まってて、まあ、ぴっちりすればちょうどぐらいかな。素材アップにするとこんな感じです。こういう編み目がわかる感じのニットです。すごく詰まってるっていうわけじゃないので、あ、でもしっかり編まれてる感じです。これだけちょっと。しまってて、首周りもこんな感じです。少し襟開いてるんですかね？あんまり変わんないかもしれないですけど。で、これも中にヒートテック全然、この秋ぐらいだったら普通のヒートテックで着込めそうな感じがします。タートルとか着ても可愛いんじゃないかなと思います。これポリエステル 100% です。基本的にグレーのニットってポリエステルが多いと思うので、ニット自体の暖かさはあんまり私は求めてないです。チクチクしなくて軽くって、いろんな形が着れればいいかなという感じです。と、ニットとしては次が最後の3点目なんですけど、バックスリット前後差、ヘムリブニットトップス。で、お値段1899円です。サイズこちらもフリーサイズで、着丈は前が64センチの後ろが74センチ。身幅59センチ、肩幅60センチ。袖丈が51センチっていう感じです。カラーは2、4、6。こちら11色ありますね。私はチャコール購入しました。これの楽しみポイントはこの後ろのスリットが可愛いかなと思ってる。これもいい感じだと思います。丈は袖丈51センチですけど、やっぱ結構長いですね。私で指先がちょっと出るぐらいなので、ちょっと長いと思います。で、やっぱりこのスリットが可愛いなと思いました。この辺までなので、スカートの、ここが始まり。ちょっと下ぐらいまで、もう全然スリット入ってます。どう？タートルネックの高さはこれぐらいですね。結構高めだし、チクチクはしないんですけど、緩い感じではない、結構ピタッとした首だと思います。袖はこんな感じです。至って普通のニットかなと思います。首がピタッとしてる分、あったかいのかなっていう感じはしますね。と、最後はですね、ワンピースを買いました。中のタートルネックとワンピースがセットになってるものなので、一旦着てきます。ちょっと先に商品名と品番をお伝えしますと、こちらが配色メロントップス×ジャンパースカートセットアップ。品番が NH46番。カラーはちょっとベージュしかないんですけど、中のこのタートルネックが黒で、外のワンピースがベージュっていう形で、サイズはですね、SML あります。で、L サイズ私が買ったものが、ジャンパースカートの着丈が123センチ。
ジャンパースカート身幅51センチ、肩幅37センチ。で、このトップスが着丈が63センチと身幅46センチ、肩幅38センチの袖丈が65センチになってます。中のタートルネックとワンピースがセットで1499円だったんですよ。もうどっちかだけでも着れそうなら全然いいかなと思って買ったんですけど、とりあえずこの中のタートルネックは、このフリフリが色変わってるのも可愛いですし、思ったよりこう、グレーの L サイズでも結構キュッてなって、きついかなと思ったんですけど、割と通常のサイズ感というか、他のとはあまり変わらぬ着心地で、これすごく気に入りました。あー、なるほど。ここがやっぱ骨盤が張りすぎてるんでしょうね。こんな感じでーす。ここの張りが大きくて、少しやっぱまっすぐなやつってこう、なんか下の方がしぼんで見える。だからいつもこれぐらいの足の幅になってたら目立たないんですけど、なんかここが張ってる分こうなるのがあんま好きじゃなくて、このスカートを着るときは仁王立ちしないといけないかもしれない。で、裏地は全然ついてないです。後ろ少しスリットが入ってるのかな。生地的には確かに春、秋、冬、春もちょっとか、温かみが出すぎちゃうかもしれないんですけど、このフリフリもそんなに目立たないですね。写真で見るよりも控えめで、結構大人でも全然着れるんじゃないかなと思います。うんうん。いや、普通に可愛いかも。ただこうやって全身見ると、あんまりなんですが、ただ腰幅が別に全然、華奢な方とかはすごい似合うと思います。ああ、嬉しいですね。なんか秋っていっぱい着るものがあって。いいな。こうやって今回買ったこのワンピースと、このトレンチコート着て。やっぱ足がちょっと浮くので黒いブーツでも、あの長めのショートブーツとか履いて、出かけたいなと。そう、こんな感じでグレル7点購入しました。あと GU が、これ多分去年から同じやつありましたよね。ソフトリブとタートルネックティー長袖。私これ本当に大ファンで、でこれ去年白を買ったんですよね。で、めちゃくちゃ着てて、で、すごい使えたので、今年はグレーを買い足してみました。で、着てみるとこんな感じなんですけど、私は去年 L サイズ買ってちょうどよかったので、今年も L を買ってます。で、首はこんな風にクシュクシュってしてもいいし、こうやって折って着ることもありました。袖がですね、めっちゃちょうどいいんですよ。長すぎず、短すぎずって感じで、秋冬、ね、ちょっとだけ萌え袖したいぐらいの時もちょうどいいような感じです。最初に着てたキャミワンピのインナーとかにしてもめちゃくちゃ使えるので、これはおすすめです。でも今回なかなか、ベーシックアイテムを狙ってきたから、狙って買ったからっていうのもそうなんですけど、かなりヘビロテできそうな気がします。かわいいかわいい。このワンピースはアウトレットで、どこの店だったかなで、買ったやつです。これは夏に買ったんです。でもほんとこれ、いい、軽くて、全然暖かくなさそうだけど、寒いのはいいんですよ。ファッション的に、いや、若干秋ですよとか、若干春ですよとかいう気持ちを持つことが大事。あ、これ、忘れてました。袖にリボンを通してキュッてできるはずなんですよね。リボン結び、苦手なんですよね。袖、これが正解みたいで、ちょっとこう、ふわっとなる感じ。で、一応この腰の紐もあるので、まあ、縛ってもシルエット変わって、可愛いよって感じですけど、袖は私結構開いてる方が好きかもしれない。で、もちろんトレンチコートなので、普通に前止めて着るっていうのもあり得るとは思うんですけど、前を止めたような寒い日にこのトレンチコート選ぶかと言われたらそうではない。少しここ細く見せたい人とかは、あ、後ろに絞って着るのはちょっとこう周りがスッキリしていいかもしれない。これは好みでしょうね。私はコートは結構前開けで、こうゆらゆらさせながら歩くのが好きだったりするので、こんな風に着ると思います。こんな感じで、リボンを留めてたら、後ろがちょっとスッキリすると思います。袖のリボンしないんだったら、ベルトループがちょっと目立つな。袖リボンするかもしれないです。まあでも、気分でいろいろ変えてきようかなと思ってます。それがね、マルチウェイってことだと思いますので、いろいろ変えてみようかなと思います。さて、今日は、グリルの秋冬服を、7点 13,793 円分購入したのを紹介しました。あとは GU で最近ゲットした3着めちゃめちゃ気に入ってる分も一緒にご紹介しちゃいましたが、何か身長高い方とかベーシックアイテムをグレーで探してる方の参考になったらいいなと思います。もし参考になったよって方がいらっしゃいましたら、いいねとかコメントとかチャンネル登録いただけるととっても嬉しいです。見てくださって本当にありがとうございました。よかったらまた覗きに来てください。